週間天気をお伝えします。この先の1週間も雲が多めの空となります。ただ週明けは北からの高気圧優勢となりますので日差しが届くところが多くなります。週半ばになると西から低気圧前線が通過していきます。雨風が強まる恐れがあるのでお気をつけください。ではアイコンで天気を見ていきましょう。週明け月曜日は日差しが届くところが多くなります。湿った空気が流れ込む関東は雲が多めの空です。火曜日は九州、そして水曜日は西日本や東日本、木曜日になると北日本でも雨が降るところが出てきます。一部で雨や風が強まる恐れがあるので最新情報をしっかりと確認するようにしてください。では気温も見ていきましょう。西日本はムシッとした体感続きます。関東地方週明けにかけて暑さ控えめの日が続くんですけれども、週後半になるとまた気温が高くなります。蒸し暑さが戻ってきますので体感の変化で体調を崩さないようお気をつけください。週間天気をお伝えしていきました。この後も最新の気象情報はウェザーニュースのスマートフォンアプリからご確認ください。